白い手は、シーナ誠による日本の詩小説。1989年、秀英社館。シーナが少年期を過ごした、昭和30年代の千葉県千葉市幕張を舞台に、思春期に差し掛かる、小学校5年生の少年たちの日常を、子供の視点から描いた作品。1990年には、神山誠二郎監督により、映画化された、シーナの母校である、 千葉市立幕張小学校。シーナの通学当時とは建物が異なる。地震初の詩小説、竹物語で大ヒットを獲得したシーナは、1988年には自らの父母兄弟の家族関係を描いた犬の系譜で第10回吉川英治文学新人賞を受賞し、私、小説を執筆ジャンルの一つとして確立しつつあった。 そうした中で執筆された本作は、作者の小学生時代の思い出をもとに描かれた作品であり、6短編で構成される。昭和30年代の千葉県千葉市幕張を舞台に、小学5年生の僕の視点から、子供ながらに上下意識やしがらみに気を使う、友人関係、周囲の大人たちの観察、日常の様々な出来事などを描いた作品である。表題作はなく、 集英者、青春と読書に掲載された6短編に過失訂正を加えて単行本化する際に白い手の題名が付された。序実上の試みとして本作では小学5年生の僕の目線と尺度で物語が描かれている。このため大人たちの会話などから小学生の耳に入ってくる5位のうち子供には意味がよく理解できない言葉は ひらがなやカタカナで表現されている。例えば最初の小編である、海中汁子は、同級生の松井の家で食べたこともない懐汁子を出されたのだが、これは海中汁子ですと松井の母に教えられても意味がわからず、海中と聞いて、まず思い浮かぶのは海中のことだったという話になっている。シーナが小学生の頃、一家は幕張に今日構え、シーナは、 千葉市立幕張小学校に通学していた。作中、主人公らが学級新聞を作るくだりがあるが、実際に、小学生時代のシーナは4年生、6年生時に学級新聞の編集長を務めた経験がある。また、松井、ひ光パッチンら主要登場人物は皆、シーナの小学校時代の友人がモデルである。一方、シーナの父は、実際には彼が、 小学6年生の時に他界したのに対し、作中の主人公である小学5年生の僕の家は、すでに幼少期に父が亡くなり、母や祖母、それに綱島のおじさんらと暮らしているという設定である。本作の原案は、椎名が千葉市立千葉高等学校在学中に新聞部の発行誌に寄稿した白い手の少女について描いた小説である。 当時いわゆる不良少年で喧嘩ばかりをしていたシーナが、病弱な少女との交流を描く小説を書いたことは、学校の教師からはまるで信用されなかったという。小学5年生の僕は、東京から引っ越してきた同級生の松井と陶芸校を共にしている。松井は、活躍金の働きが弱いとかで授業中に3度も漏らしてしまい、ケツメドという不名誉なあだ名をつけられているやつだったが、 口やかましくて何をするにも東京風な松井のおっカーが僕の家まで頼みに来たから仕方がなかったし、松井の家にはテレビがあるので彼と親しくなってプロレス中継を見せてもらおうという目論見みも僕にはあったのだ。通学路途中のおっし坂の脇には市原保という表札の大きな2階建ての家があり、その2階の窓からは時折白い小さな子供の手だけが外に出ていた。 松井にそのことを教えてやると、奴は、きっと病気で寝ているんだろうね。外の風とかに触ろうとしているんだよ、などと言い、それからその家の下を通りがかるたびに、ポケットからハーモニカを出して、吹くようになった。学校の行き帰りにハーモニカを吹くうちに、白い手は、松井の曲に合わせようと手を動かしたりするようになった。しかし、松井がこれ以上変わったやつだと思われない方がいいと、 僕は考え、ハーモニカの剣は、クラスの皆には内緒だった。そうした努力もあって、松井はクラスでまずまずうまくやれるようになり、クラスの親分の広光たちの遊び仲間にも、入れてもらえるようになった。ある日のこと、皆の木登りの場になっている、えの木の大木に松井だけが登ることができず、その代わりに使われなくなった、消防団のポンプ倉庫2階の電灯を、 松井和人で付けてくるよう林やしてられたが、松井はそれをどうにかやり遂げて、皆を、おっと感心させたのだった。運動会が終わった頃、すぐに顔を真っ赤にして怒るので、猿面患者と影であだなされている担任の古澤先生は、全国コンクールに出展する、壁新聞の係に、愛原静江と松井、そしてなぜか、僕を選んだ。どうしてこの組み合わせなのか、 壁新聞とは何をやるのか、僕は呆然とするばかりだった。放課後に仲間で川に遊びに行こうという日、急いでいた僕と松井は白い手の家の下をハーモニカを省略して早足で通り過ぎたのだが、その日の白い手は手鏡を持って周囲の風景や僕たちを見ようとしていたので驚いてしまった。松井は手鏡越しに女の子の顔を見てしまったという。その日の川では、 工事現場のトロッコで遊んでいたら肉屋の息子の噛んだパッチンが足の骨を折ってしまい、翌日みんなで教頭や古沢先生に手ひどく怒られてしまった。それからしばらくして白い手の女の子が休止したことを聞いた。脊椎カリエスという病気で療養していたのだという。完成した壁新聞には、愛原はパッチンの怪我や弁当のおかずの話題、僕は 皇帝の鉄棒をもっと高くするべきだという記事を書いた。しかし驚いたのは、松井のやつが僕と松井しか知らない白い手とハーモニカの話を新聞に書いたことだった。女の子が死んでしまったと聞いたとき、便所の中で少し泣きましたなんてことまで、松井は明かしていたので、僕にはその神経がまるで理解できないのだった。公民館で開く学芸会は、 街の人々の大きな楽しみになっていた。5年生全体で発表する学年劇で僕も脇役ながらセリフのある役に選ばれ大いに息に感じていた。しかし、特本と影であだなされている図書室の工藤先生は学生の頃演劇部にいたとかで口やかましく演技の指導をするので僕たちは平気液してしまった。それでも、 主人公の姉役である二組の上村栄子が気になって休まず練習への参加を続けた。学芸会当日、無事に劇が終わり、会場から大きな拍手が起こった時、僕は舞台の脇で工藤先生が涙を拭っているのを目撃し、なんだか見てはいけないものを見てしまったような気持ちになるのだった。三学期コンクールに出した壁新聞、海風新聞が、 文部大臣賞を受賞したという知らせが届いた。編集長の愛原しずえが東京で開かれる表彰式に代表としていくことになったが、僕は興奮し話の古澤先生を知り目に、愛原や僕の書いた記事よりも松井の書いた白い手の話が良かったのではないか、などと考えていた。2月から近所の近所を松尾の誘いで、そろばん塾に通うことになった。 神社の社務所を借りて営まれているそのそろばん塾の藤島悦子先生は太って色が黒く指も太く短いのにそろばんを持つと鶏のようなけたたましさで読み上げ算をするので面食らってしまったしかし塾生の中に学校でも一二を争う美人の新井翔子がいることを知り僕はすっかりやる気になって通塾を続けたある時塾の練習の最中に 藤島先生の知り合いらしい、見知らぬ男性が入ってきて、みんなが不思議に思ったことがあった。その後、藤島先生は神社の暗い裏参道を通って帰宅しているが、一人ではなく迎えに来る人がいるらしい、という話を聞いたとき、僕には即座に迎えに来る人が誰なのかわかった。松井は、その後活躍金も強くなったのか以前のようなことは、なくなり、あまり、 ケツメドとも呼ばれなくなっていたが、春休みも近づいた3月、鉄の会社に勤めているという父親の仕事の都合で、突然また仙台に引っ越していくことになった。クラスでそのことが発表された時、仙台行っても元気でなと最初に声をかけたのは、一番松井をからかっていたクラスの親分の、弘光だった。近所の近所を松尾の家がテレビを買ったり、 ソロバン塾の帰りに新い翔子と少しだけ話すことができたり、いろいろなことがあった春休みもあっという間に終わって、僕は6年生になった。松井がいなくなり、一つ上の平沼くんは中学生になってしまったので、僕は松尾と二人で登校するようになった。新学期を迎えた追い越し坂の通学路には白い拳の花が咲いており、市原穂の家の下に来たとき、僕は、 松井のハーモニカと白い手の女の子のことを思い出した。しんとした気持ちを振り払うように、僕は、ああ、春だ春だと声を張り上げるのだった。東方の配給により1990年10月13日、公開。神山誠二郎監督、佐藤茂子脚本。クラス担任の古澤綾子役の南野陽子が、クレジット上のメインキャストである。本作では、 昭和31年の海近くの田舎町を舞台に、思春期を迎える二人の少年の白い手の少女への淡い恋や、少年たちが垣間見る大人の恋愛事情などが描かれている。キャッチコピーは、君もあの子が好きだったんだね。僕たちは恋をして大きくなる。原作では僕で統一されていた主人公には杉野るという本名が設定され、松井にも、 高清というフルネームが与えられた。ストーリーは概ね原作小説のダイジェストとなっているが、古沢先生は原作よりも若い新米教師となり、トロッコでの怪我をきっかけに、古沢先生と工事現場監督の市原が恋中になる、松井が白い手の少女に手紙を書き価ちが家に届けるなど少女とより直接的な交流を持つ、白い手の少女は、 古沢先生の恩師の娘だったと明らかになる、などの映画版オリジナルの要素がある。昭和31年、小学5年生のマサルは父を早くに亡くしていたが、働き者の母や時々彼の世話を焼きに来る、おじのおかげで元気に暮らしていた。学校では、ガキ大将たち5人の友達と悪ふざけをしては担任、古沢彩子からよく注意されていたが、 男っ気のない先生のことを密かに心配していた。4月にやってきた転校生、高清と友達になったマサルは、翌日彼を連れて、2階の窓から白い手だけが現れる、という一軒家を見に行く。白い手の主は、自宅療養中の子供らしいが、一切顔が見えないためマサルは不気味磨っていたが、高清は興味を持ち始める。数日後高清を仲間に入れたいと思ったマサルは、 楽器大賞に掛け合うと、五眼工事現場のトロッコを使った土俵試しで決めることに。土俵試しに挑戦した高清は、何とか達成した直後、勢い余って怪我をしてしまい、工事現場の青年、市場健次に病院に運ばれる。その後病院に駆けつけた綾子は、市場とお互いの管理不足を主張し合うが、ともかく高清は、楽器大賞に認められて仲間に加わる。 6月、異性や恋愛というものに興味を持ち始めたマサルは、母に亡き父との結婚話を聞いたり、おじから恋することについて話を聞く。マサルは別のクラスの女子が気になり、彼女と接点を持つためソロ版塾に通い出すが、後日すでに言いナズけがいたことを知って激鎮。その後、マサルと一軒家の前に訪れた、高清が何度かハーモニカで曲を奏でると、白い手の主が、 外の様子を伺う,うため手鏡を使うと、二人は反射した顔から相手が同年代の少女と知る。数日後少女に手紙を書こうとするが勇気が出ない。高木よに、マサルは書いたら俺が届けてやると後押しする。後日二人は少女の家の前に訪れ、マサルが庭の木を登って彼女と初対面し、友達からと手紙を渡すが、彼女に勉強を教えるあや子を見て、 驚き尻ちをついてしまう。この時からマサルの気持ちに変化が生じ、夏休みを迎え少女が避暑地に行って、しばらく会えないと聞いた、彼はがっかりする。その後少年たちは、あや子と市場が付き合い始めた後、一旦些細なことで破局しかけるが後日よりを戻したのを目の当たりにする。またマサルは夏祭りの夜河原で一組の男女のキス現場を目撃し、それが、 母とおじではないかと疑うが躊躇して確かめられない。大人の男女のやりとりをかいまみた少年たちの夏は終わり、新学期が始まるとマサると高清は久しぶりに少女の家の前に訪れる。高清がハーモニカを吹くと2階の窓の白い手から手紙が落とされ、それには彼のハーモニカの音色に励まされたことへの感謝の言葉が綴られていた。数日後、 マサルとタカキヨは掃除中に悪ふざけをした後アヤコに呼び出されるが彼女から告げられたのは少女の死の知らせだった。放課後人気ない海辺に訪れたマサルはタカキヨから君も彼女のことが好きだったんだね。今まで気づかなくてごめんと謝られた後二人で彼女のことを思いながら涙する。主要人物マサルと関わる主な大人。 マサルの学級の主な生徒たちその他の主な人物、ありがとうございます。